某大学病院の小児科病棟にあったシャベル人形、かの有名な蜂蜜好き黄色い熊の人形なのに、あたしかおうり、と喋り出す。という謎な人形のお話です。あたしかおうり。不気味っていうか奇妙な話。子供の頃大学病院に入院してたことがある。小児科病棟で6人部屋、赤ちゃんかっこ男児が2人、小学生かっこ女児が2人、それから中学生の自分の5人で使ってた。なんかその小児科はいろいろ不思議なことが起こってたんだけど、その中でもダントツ不思議な話。その小児科にはプレイルームっていう、子供のためのおもちゃやらアニメのビデオやらがたくさんある部屋があった。部屋といっても扉もないし仕切りもなくて空間みたいな感じ。正直、中学生の自分が遊べるようなものは何もなかったんだけど、中学生や小学生の子でも長期入院が決まってる子たちはみんな病院内の学校に通ってたし、小さい子の面倒を見るのも好きだったから、自分はいつも小さな子たちとそのプレイルームで遊んでいた。そのプレイルームには病院が買ったおもちゃとかもあるんだけど、大抵のものが過去に入院してた人たちが置いていったものとか寄付したものらしいんだよね。だから使い古されたおもちゃとか壊れかけのおもちゃとかもたくさんあるんだよ。で、ここからが本題なんだけど、その日もいつものようにプレイルームで遊んでいたら、3歳の女の子がどこからかディズニーの黄色いクマの人形を引っ張り出して遊んでいた。手足とかにボタンがあって、それを押したり手拍子の音に反応して喋ったり歌ったりするやつな。子供って音が出るおもちゃ大好きだから特に気にもならず、3歳でもなんとなく会話ができるから人形に話しかけてても何も不思議に思ってなかった。でもその女の子が人形を持ってこっちに来てびっくり、高い声で、あたしかおうり、よろしくね。って喋るんだよ。おかしくない？見るからにディズニーの黄色いクマが、カオウリってなんだよ、ってなるじゃん。何これ怖い、と思いながらボタンを押すと、やっぱりあの変わった声で、蜂蜜食べたい、とか言うんだよね。自分からすればこの時点で不気味で仕方ないんだけど、小さい子はそれがわからないのか楽しそうにしてんの。あなたの名前は何？とか聞いてくんの。それに子供が答えると、まるまるちゃんって言うんだね。受け答えできてんの。自分はとにかく怖くなって、その人形を持って近くにいた子供の母親とか看護師にその人形を見せたんだ。そしたらやっぱり、あたしかおうり、あなたの名前は？とか喋ってんの。大人たちもさすがに怖くなって、その人形をどうしようってなったらしい。その結果、同室の赤ちゃんかっこ男児の母親 A さんの家が、神社だか寺だか忘れたけどその筋に長けているから、明日にでも持って帰るって話に。明日までは自分の部屋で預かるってことになったんだけど、もう本当勘弁してくれよって思った。A さんは、大丈夫、悪いことはしないって言うけど、こっちからすれば悪いことをするとかじゃなくて、喋るってだけで怖いんだよ。と言えるわけもなくて、結局一日だけなら、と了承。その晩、特に何も変わったことはなくて普通に寝てたんだけど、朝一。ねえ、カオウリと遊んで、遊んで。という声で起こされた。しかも、ボタンを押さなくても音に反応するおもちゃだからって、寝る前に電池抜いてたんだよね。それまでは心のどこかで、壊れてるだけかそういうおもちゃなんだ。って言い聞かせてたけど、その希望も打ち砕かれて半泣きで、お願いだからすぐ持って行って、と頼み込んだ。その後 A さんに、怖い思いをさせてごめん。でもあの中の子はあんたに懐いてたから、そばに置いておかないと何をするかわからなかった、と言われ、ひーいとなった。A さん曰く、プレイルームで子供の面倒を見ている自分を気に入ったらしく、家に持って帰る時もずっと自分の名前を呼んでいたらしい。縁ができてしまったけど、悪い子ではないからいつか恩返しに来るかもね、なんて言われてさらにひーいとなった。数年後、とある趣味を通じて知り合って仲良くなった子がいて、ハンドルネームでずっと呼び合ってて、オフでも遊ぶくらい仲良くなってから本名を聞いてびっくり。カオウリだった、わらわら。カオリじゃなくてカオウリ。喫水の日本人で漢字の名前なのに、読み方がカオウリ。ちゃんと戸籍とかにも超音符を入れてある名前。
その子はもちろん、入院してたことも人形のことも知らないし、電波でもなく本当に普通の子なんだけど、たびたびお世話になったし、本当にいろんなことで助けてもらって、恩返しってまさか、と思っているが、年上なので生まれ変わりとかではないだろう。勝手に喋り出す人形は怖いですが、後々知り合った香織さんと人形は何もつながりがないのでしょうか？気になります。